吉田さん、おはようございます。そう、以前ね、3秒ぐらいの雪が降ってきたって動画返したことがありましたね。あれから数えてももう2年3年経つんじゃないですか。いや、今ね、ほんと素晴らしい時代になりましたよね。場所に関わらず、時間に関わらず、こうやってやり取りができる。で、人生を振り返った時にたくさんの思い出があるわけなんですよね。で、しかもその思い出が高い確率で YouTube などに記録されているわけなんですよ。人の記憶っていうのは変わってきますけども、記録っていうのはやっぱ客観的なもんですよね。基本的には変わりません。改ざんが難しいですからね。まあそういう意味もあって、非常に面白い時代に住んでるなと思うのが私の率直な感想で、吉田さんが言われたようにね、自分の人生をなんかこう走馬灯のようにね、振り返ることやっぱりありますね。一瞬なんですけども、細かく思い出すんですよ。幼い頃に感じたこととか、それから10代の頃に変わっていく社会、社会に出てみたら随分と話が違うぜみたいなね、裏切り行為にあったこととか、その裏切り行為ってのは少子高齢化とかね、人口爆発みたいなのがあって、まあベビーブームで生まれた私たちだったんですけども、どうも少子高齢化だぞみたいな、これから次の世代は数が減って、で社会的な負担っていうのはのしかかってくるぞと、しかもいい大学に行けばいい就職ができるなんてのはもう昔の話だよと。仮に会社に就職できても、もうすでにそれは終身雇用という道ではなくて、まあ45歳でリストラみたいなね、そんな圧力もかかってきたり、かたや70歳まで働きましょうみたいなね、定年退職の時期がずれたりとか、なんだかたくさんの矛盾を同時に抱えていかなければならないような時代になりました。でも悲観してばかりではなくて、私はすごく希望もあると思うんですよ。それはですね、この動画を見ているってことが希望だと思うんですよ。少なくとも私にしても吉谷さんにしても、お互いに自分の生活の変化を見てきてね、お互いに確かにそうなってるよねってものを実感しながらこの話してるんですけども、普通の人でも金持ちになれる、自由になれるってことなんですよ。いや、もっと言ったら普通の人以下ですよね。ね、どっかの誰かは私は誰よりもバカですって言い始めて自己紹介が始まるような、そんなところからでした。いや、しかしね、本当にね、晩鐘していても、あ、すごいな、賢いな、暗算早いな、漢字が得意だな、字が綺麗だなとは思いませんでした。いや、それはお互いだったと思うんですよ。そういう意味で今までできなかったことを随分ネガティブに引きずっていた部分はあると思いますけども、でも逆にできないことをプラスにすることもできたんだろうなと思うんですよ。つまり平均点以下の私たちでもこういう風になれるんですよと。だからあなたなら大丈夫ですっていう風なプロモーションがすごくね、ハマるんですよね。で、私は40歳から麻雀店の親父がインターネットの世界に入って、パソコンをこんなことやりながら、中古で買ったクロームブックで1億円を稼いだ。いや、あのね、生まれ持っての御曹司ではないわけですよ。いや、私の両親は中学も半分しか行ってないような、そんな環境で育ちました。戦後のもののない時代に、まあ、お世辞にも豊かではないと、豊かとは言えない家庭に育ち、そして兄弟はたくさんいる。7人8人兄弟の中で長男でもなく末っ子でもなく、その真ん中から抜き出して、しかも群馬と栃木っていうところから出てきてね、工場勤務の転勤でこの福山という町に来ました。それから福山という町は50年ほど経って今に至るんですけども、随分と変わりまして、当時のニュータウンも今はオールドタウン、過疎化が進んでまさに高齢化の町になりました。人数は多いんですけどもね、やっぱり平均年齢はかなり高いです。私の住んでる地区でも私よりもちょっと上が平均年齢ですね。まあ、そう考えたら本当にね、抜きんでたところは何もないんですよ。でも何が希望かっていうと、こんな私でもそうなれた。しかもですよ、この動画を見てる方がすごくラッキーだなと思うのは、実際にたった一人で1億2億稼いだ人と直接お話しすることってあんまりないと思うんですよ。いや、会社勤めじゃないですよ。プロ野球選手でもないですよ。普通の人です。いや、もっと言えば、私に関して言えば40過ぎるまで麻雀店の親父ですよ。で、麻雀店の親父が何かやると思います？社会の隅っこ底辺じゃないですか。それこそ履歴書に書けない職業ですよ。ね、そっから来て、金もない、借金はある、家庭はない、ボロボロ、ね、自暴自棄、
その日限り、そんなロスジェネ世代の私がですね、パソコンという世界に入って、情報発信という世界に入って、わけも分からずに、情報発信が最初できない頃は人の動画にコメント書いていた。そう、まさにきっとこの動画を見てるあなたと同じような立場ですよ。でもそっからですね、コメントを書くことによって目立ち、今度は発信するときには私のコメント欄に同じようなコメントを書いてた人が私の視聴者さんとしてごそっと来ていただいてですね、時には私がコメントを書いていた、書かれていた発信者の方が私のところを見に来たりとかっていう流れが巻き起こってきて、その中で私の視聴者さんに対して商品を売り、ここが大事ですよ。私は自分の視聴者さん以外には商品売ってません。当然ですよね。私のお店に来た人以外には物を売らないわけですよ。売れないわけですよ。だって人間関係がない人に売りようがないですもんね。だからここが大きく違うところじゃないですか。多分ビジネスをちょっと誤解してる人とか、セールスが苦手な人って仲がいい人にはセールスしないんですよ。で、どこの誰か分かんない人から売り上げが上がったら、ああよかったって思うんですよね。これもちょっとひどくないですか。二つの意味でひどいと思いますよ。一つは、それほどまでに自信を持っていい商品だったら仲良しにまず売ってあげましょうよ、ね、そのぐらいの責任は持てると思うんですよ。これが一つ。もう一つは、縁もゆかりもない人がたまたま勘違いで買っちゃったことを喜ぶ精神ですよ、ね、買った後でクレームや問い合わせが来なきゃいいのになって思っちゃっていませんね、いませんか。本来なら自分の身内兄弟友人先輩後輩、こういう人たちにまず真っ先に商品が売れるはずなんですよ、本当にまともなもんだったらね。で、私はそういう意味で、まあ、社員や後輩部下いませんから、自分の YouTube の再生数を作ってくださってる視聴者さんに商品を売り続けて今日まで来てるわけなんですよ。これは吉谷さんも同じですよね。だって吉谷さんの動画を一回も見たことがない人に商品って売れますかね。一回どころか10回20回見た人の方が商品を購入してくれる確率は高くなるんじゃないですかね。プラス、いつも見てくださる人はどんなものが必要なのか、これも分かるようになってくるんですよ、発信していったら。だから発信の数が少ないっていうことはニーズが分かりません。特にね、世の中のニーズじゃないですよ。自分の視聴者さんのニーズが分からないってことなんですよ。だからいっぱい動画を出していって、再生数の変化や離脱の変化とか、タイトルによってどのぐらいアクセスが来るのか、たくさん分析することによって分かってくるんですよ。でも分析って言ったって、自分の作った動画、自分の動画に来てくださる数少ない視聴者さんという少ないデータの中の分析ですから十分できるはずです。多くの方が求めている10万アクセス、20万アクセス、チャンネル登録5万人、10万人、こうなったら分析はちょっと別のフェーズになります。私も未経験です。ですんでね、チャンスなんですよ。再生数が少ないうちが濃い関係、濃い分析ができるじゃないですか。ね。もう究極ね、たった一人の再生数、たった一人の視聴者さん、マンツーマン状態だったら一番やりやすくないですか。他の人の意見を気にせずに、その人に必要なものだけを作ればいいんで、ね、だから少ない再生数って実はチャンスなんですよ。でも多くの方は少ない再生数をね、軽んじてるんですよね。軽んじてませんか。だって再生数3とか5で何ができるんだと思うじゃないですか。3とか5で何もできない人が30、50で何ができるんですか。単なる確率論で売れることを望んでるからそういうことになっちゃうんですよ。人間は確率じゃないですよ。再生してくださった人ってのは必ずですよ。自分が作った動画、私たちが作った動画に期待してくださって再生してくださるんですよ。人生の限られた時間のその中の一部を割いてくださってるんですよ。まあ、ですんで、無駄のない動画を作っていかないといけないですよね。無駄のない気持ちを伝えていかないといけない。そして何に困ってるのか、私たちは感じていかなければならないんですよね。そしてそれが分かった時に、商品の開発セールスになっていくってことなんですよ。自分のスキルの押し売りじゃないんですよ。逆なんですよ。ニーズがあるものに対してどんな情報を流していくかってことを後で決めるんですよ。多くの人はですね、自分の得意分野を無理やりゴリ押しで売ろうとするから不自由がかかってくるんですよ。自分の得意分野が売れるのは、これはね、偶然です。それこそ再生数がある程度ないと売れないです。でも人が求めていることに応えていくのは必然なんですよ。だって求められていることをそのまま作ればいいわけでしょ。自分で作る力がなければアフィリエイトかければいいわけですよ。そのニーズに応える商品を探してきて手数料ビジネスができるわけですよ。だからインターネットビジネス、情報発信ビジネスってのは、
通販と広告なんですよね。通販ができる方は自分の得意分野で、しかもお客様が求めているものを商品化してお渡しする、これが通販です。広告ってのは自分には問題解決の能力がないけれども、問題解決の能力がある人とマッチングさせることによって、そのマッチング手数料をいただくという、こういうふうな形なんですよね。だからアクセスがある程度いるってことになります。まずは通販で1アクセスで売ること、1アクセスの人の心からの悩みを聞いてあげること、ここに耳を傾けていけばいいんじゃないですかね。で、吉谷さんはその分がかなり得意ですから、じゃあ1万文字アンケートを募集しますとか言ってね、答えてくださる方が10名も20名も出てくるんですよ。どうですかね、何かお伺いを立てて、そこまで真剣に自分のことをアンケートとして届けてくださる方、あなたにはいますか？自信がありますか？いや、私もさすがに自信がないですね。1万文字書いてくれって言って10名20名30名来るかなと思ったらね、これはなかなかね難しいところだと思いますよ。まあでもね、少なくとも吉谷さんはそれをトライし続けて、そして1万文字のアンケートを答えてくださる方がいるということ、これがだから、BMW を変える力量でしょうね。だから何か派手なものとか夢を叶えたりとか欲しいものを変えるってことは、その反対側でその力量が育ってきたってことだと思うんですよ。まあ、ですんでね、別にね金持ちブランディングですごいだろうって誇ってるばかりじゃなくて、それはこの車を変えるというとこまで来たんだよっていうふうな一つの勲章だと思うんですよね。車自体も自慢に値するものですけども、その暮らしをどうしようもないブラック労働から這い上がって手に入れたっていう、このストーリーがまさに貴重なもんだと思います。で、こういう人生の逆転ストーリーっていうのは誰でもできるんですよ。肝心なのは自分には無理、あなただからできたんでしょうという考えをどれだけね排除できるかです。自分にもできるはずだとかね、もっと言ったら吉谷さんでもできたんだから自分は絶対できるよっていうふうに考えていくことじゃないかなと思うんですよね。これは必ずしも吉谷さんをね卑下してるわけではなくて、敬意を込めて言うわけなんですけどもね、吉谷さんは武器のない状態でもできることを証明してくれました。だから少なくとも吉谷さん以上に武器を持っている方ばかりだと思いますんで、まあやってみることじゃないですかね。それじゃあいってらっしゃい。